ついたことはぜひこの後あちらとかあちらとかこちらもありますね、会場で役に立てていただきたいと思います。はい、今日はいろんなブースを回って、まあ、どんな企業なのかなとかどんなお仕事があるのかなというのを、ね、確認していただくそんな日ですので、ぜひいっぱい声をかけていくのに、ね、さあどんな心理で臨んでいくか、このあたりをぜひ大吾さんから伺っていけたらなと思います。あ、映りましたね。来てるかな。来てないですね。はい、ちなみにこんな感じで配信します。はい、ニコニコ動画見たことあるっていう人あ、結構たくさんいらっしゃいます。僕のチャンネルを見ているという人、あ、素晴らしい、ありがとうございます。優遇します。嘘です。はい、あ、お姉さん声が素敵ですねと来てるんで、あの音大丈夫ですね。あ、いけますね、ありがとうございます。はい、ちょっと音が割れてるらしいのでちょっと音の調整を若干させていただいて。すごいですよね、この短時間で実はテストもせずに接続ほぼ OK っていうのはなかなかできることじゃないんですよね。ちょっとなんか音がビリビリしてるらしいんで、あの会場の方ちょっと調整していただいて、はい、で内容はちょっとこれ以上お待たせするのもあれなんで、はい、はい、ちょっと始めていこうかなと思います、はい、あー、なんかエラーが出てますね。ではどうやらもう準備もね整いつつあるようですので、はい、あとはじゃあもう大吾さんにお任せしちゃってよろしいでしょうかね。はい、大丈夫です。はい、では改めて皆さん、メンタリスト大吾さん、どうぞ大きな拍手でお迎えいただきましょう。よろしくお願いいたします。よいしょ。今日なんですが、あれこっちかな、なんかすごい音がバッチバチいってますけど大丈夫ですかね。スタッフさん、ハンドマイクに変えた方がいいですか。こっちは切った方がいいですね。はい、というわけでやはりハンドマイクになりましたが、よろしくお願いします。はい、で今日なんですが、面接で役に立ちそうな心理学を一応中心として、お話しします。なので、実際多分いろんなところで皆さん面接の話だったりだとか、まあセミナーだったりだとか、あとはよくある面接本みたいなのとか読んだって方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとそこに書いてある内容とはまた違った形で楽しんでいただけるかなと思うので、まあ一つのね参考にしていただければなというふうに思います。これちっちゃいな、見えるかな。ね、どうしようかな。ちょっと見えない方いらっしゃると思うんで、一応話します。喋りながら、やります。はい。でですね、今日は事前に質問をやっぱりいただいて、まあ、一番多かったのが面接に関する質問が多かったんですよね。で、これは非常に正しくて、全然関係ない統計なんですけれども、僕は結構もともと、最近体を動かすようになったんで、結構こうね、外に出るようになったんですけど、まあ、見ての通り結構オタクなタイプですね、かなり引きこもりでした。はい。どれぐらい引きこもりかっていうと、家の敷居をまたげる、ドアをまたげる回数は決まってるんです。1日2回だけです。だから1回コンビニに行って帰ってきたらもうその日は外に出れないっていうぐらいの引きこもりだったんですね。まあ、そういう人間がどういうふうに変わっていったかって話だったりだとか、そこら辺もちょっと、しつつお話ししようかなと思っております。はい。で、まあ面接なんですけれども、先にですね、苦情が出ないように言っておくとですね、僕自身はですね、皆さんのようにリクルートスーツを着て就活したことがございません。はい。ないんです。ないんだけど、じゃあなんで就活セミナーやってるかというと、皆さんが僕、大学生の時にですね、まあ、仕事選びって考えた時に、リクルートスーツじゃないと、なんか、エントリーシート皆さん書いてますよね。あれね、1枚だけ書いたんですよ。7割ぐらいまで。友達と一緒に。で、そこで気づいたんです。あ、自分の場所はここじゃないと。で、それを辞めて、何をしたかというと、法務局に行って会社を登記したんですね。だから自分で会社を作るか、大学残って研究するかっていう考え方に僕の場合は至ったんです。で、これ最近企業部門がもてはらされてるんで、よく起業しろってすぐ言う人いるんですけど、人によると思います。僕の場合は、どこの会社に入ってもメンタリストとしてやっていくことはできなかったので、自分で仕事を作るしかなかったんですね。やりたいことをやるために。で、そういう仕事を選びたいという人は茨の道ですが、そういう仕事を選びたいという人は作った方がいいと思います。それは先に言っておきます。ただ、多くの場合皆さんがやりたい、例えば将来やりたいこととか、こういう仕事に就きたいってことがあると思うんですけど、その技術はゼロから作るよりも、それをすでに持っている先輩とか、それで活躍している人がいる会社に入って学んだ方が早いです。独立するにしても。なので、別にその今同じ会社に入って一生働くっていう時代もでもないですから、皆さんの未来のことを考えて、やりたいことを考えて、どういう能力を手に入れたいのかっ
ってことを考えて仕事を選ぶようにした方がうまくいけますよという話が一応前提になって、お話していきたいと思ってますん で, で一応出てくるお話とか心理学に関しては、あの僕よりもずっと偉い心理学者とか科学者がですね調べて分かった事実ですので、たくさんまあいろいろ役に立てれるだろうなと思います。でちょっといろいろ話しますが、あの気に入ったところとか使える、自分が使えるなと思ったところだけ、メモしといてもらえればなというふうに思います。で就活ってよく言うんですけど、あの僕自身はですね、あの面接官をやったこととかもあるんですよ、まだテレビとかたくさん出る前に。で理由はこう嘘ついてるかどうか見抜いてほしいって依頼だったんですけども、非常に嫌な仕事をしたなと今では思ってるんですが、面接ってですね、あのまあ、僕もあの会社を一応やってる人間で人のを見る仕事をしてるんですけど、そういう人間から言わせてもらうとですね、まずですね始まる前に大体終わってるんですよね、面接って。で面接で何が分かると思います？5分とか10分とか15分そこらの面接で相手の能力や性格を把握しろって言われたら、これはかなり腕を磨いた心理学者とか、あとは例えばまあ CIA のね諜報官とかでも結構難しいです。そうなので、これもすごい、ね、面接とかされてる企業さんとかもいらっしゃるんですけど、これ心理学者が調べるとですね、面接で採用されるかどうかっていうのはですね、まあもちろん、日本だと学歴で切るみたいなところとあるんですけど、そういうのとかなしにしたら、面接まで行ったら、もう一個しかないです。好感度だけです。人間は好感度だけで合否を決めてます。で、これを言うとですね、人事担当の人とかが言うんですよ。いや、そんなことはないと。私はちゃんと総合的に能力を見て決めてるんだと、憤慨する方がいらっしゃるんですが、残念ながら、科学的には、それは事実ではございません。みんな自分は総合的に見てると信じたいんですね。ですが、実際には、好感度でもって、相手を値踏みしています。ということが分かってるので、だから皆さんの究極の目的は、好感度をどう高めていくかってことの方が重要です。ただ、これ勘違いしちゃいけないのは、好感度って書くと、ただ好かれることだったりだとか、印象がいいっていう、こう、曖昧な方向に持ってっちゃうところうまくいかないんですね。ここは科学の立場に立つと、好感度はじゃあ何から作り上げられてるのか、何をどう変えれば好感度が生まれるのかって話を今日はしてきますんで、で、これ好感度というのは人によって違います。で、あとは入る企業とか、その、いわゆるこう社風とかによっても違います。どちらかというと信頼感とかの方が言葉としては近いかもしれないですね。それをどう作っていくかってことです。例えばですけど、協調性を重んじる、古い、こうね、もう、トラディショナルな日本企業に僕みたいなのが面接で行ったら、まあ多分落とされますよね。協調性ゼロですから。どれぐらいないかっていうと、アスペルガー症候群って聞いたことあります？人間の感情に無頓着になる症状が出るんですけど、僕それのね、脳を測ってみると、それの2、3歩ぐらい手前なんですよ。メンタリストのくせに人の気持ちわかんないんですね。だからそういう人間は、じゃあどういうところに行けばいいかっていうと、むしろそのリーダーシップを発揮したりとか、自分で何かをするって方向に行った方がうまくいくわけですね。で実際企業の経営者って、最近あの、ケビン・ダットン博士っていう、あの人ね、オックスフォードの研究者で、僕が、あの、アナザースカイでオックスフォードに行った時にインタビューした、まあ、あの、遺伝子と心理学を絡めてやってる先生がいるんですけど、その人の、まあ、パートナーだったんですけど、最近ね、NHK のあの、白熱教室で、サイコパスに関する授業をやってて、非常に興味深くて面白かったんですが、サイコパスってわかります？皆さん。シリアルキラーとか連続殺人鬼とか、ああいうこう、なんていうんですかね、こう、すごいこう、人物としては魅力的だし、能力も高いんだけど、無慈悲で、社会的なこう、なんかこう、ね、二度を見られるかとか、無視した行動を取る人たちのことを、そういうサイコパスって言うんですけど、このサイコパス気質がですね、一番多い職業は殺人鬼じゃないんですね。1位は CEO です。会社の社長なんですよ。つまり、時に無慈悲な決断ができる能力が高い人じゃないと社長務まらんわけですよ。だから実は1位が社長です。で、2位が弁護士です。これも何となくわかりますよね。ああ、どう考えてもこいつ犯罪者だろうって人を弁護しなくちゃいけないことがあるわけですよ。だから2位が弁護士。で、3位が報道関係者です。こうね、僕は別に暴くようなこと何もないからいいんですけど、俳優さんとかの後ろ付け狙って、ね、こう、写真撮って、複数人いたのに横をこうね、こうフォトショップで削って、お泊まり合いとか書いたりするような人たちは、まあ確かにサイコパスっぽいなと思うんですが、まあそういう、こう、人たちがもうサイコパスだと。逆に言うとですね、自分がどういう人間なのか、自分の強みは何なのか、他の人とか違って強い分は何なのかってことを知ってるかどうかで決まります。で、よく、就活本とかだと、こうやって堂々と喋りましょうとか、一応そういう話もしますけど、こういうことを言いましょうとか、あとは真面目な人ほど、相手の企業に合わせた話とかをしようとしますよね。御社のこの、社訓に共感してって、あれですね、選ぶ側から見るとですね、ごますってるようにしか見えないわけですよ。言ってしまえば。しかもみんな同じことを言うんですね。
なぜあなたを取るべきなのかってことを教えてくれって言われてるのに、自分以外の人も言うことや自分以外の人が持ってる能力をアピールしたってことは意味がないわけですよ。で、もっと言うと、それで会社に入ると後が辛いです。人間の働くことに対する満足度ってのは、心理学的には自分の強みをどれぐらい活かせるかによって決まるってことが分かってるんですね。だからわざわざ企業に合わせて、周りの目を気にしたりとか、親にいいところ入るとか言われたりとかしてね、その柄でもないような大企業とかに入っても、痛い目を見るだけです。あとあと。そうなるぐらいだったら、今のうちに自分の強みを知っておきましょうと。知ってます？皆さん、自分の強み。だから、いただいたね、質問でですね、大悟さんだったらどういう新入社員を取りますかっていう質問があったんですけど、事前にもらった質問で、答えるとですね、僕多分新入社員は取らない可能性がありますし、その、新卒の人は。なんでかっていうと、どういう能力を持ってるのかっていうのは自分でも分かってない人が多いので、この質問を投げても大体返ってこないんですよ。で、これをの質問を投げた時に即答で返せる人っていうのは強いです。即答で返せる人って。で、ポイントはですね、今まで何をしてきたかってことを言ったら僕だったら落とします。それは書いてあることだし、今まで何をしてきたかじゃないんですよね。なぜそれをしてきたか、自分の何が強みで、そのために、その仕事をなぜ今までの仕事をどう選んだのかってことを知りたいわけですよ。で、僕の場合だと、まあ、テレビ出たりとか、ね、テレビとかだとね、ババ抜きしてるんで、最近僕のことをババ抜き芸人だと思ってる人がいますが、あれは遊びですからね。はい。テレビは、実家の親が喜ぶんで出てるだけですから、一応メインの仕事としては、企業のなんかこう、遺伝子検査会社の顧問やったりとか、皆さんが一回は行ったことがある歯医者の椅子とかを、ね、独占企業みたいに作ってる会社のコンサルやったりとか、IT 企業のコンサルやったりとか、あとはなんかこう、こういうデバイスのを作るね、こう会社の立ち上げみたいなのにね、一緒にやらせてもらったりとかも、そういうこういろんなことをしてるんですけど、僕の場合は勉強するのがすごく好きで、自分の一番の強みはそれなんですね。好奇心と知識欲なんですよ。で、それでいろんなことを調べて、調べたことを実践に生かしたいと思ってるんで、コンサルやったりとか、テレビでパフォーマンスもしたこともあるし、政治家の人のスピーチ、名前は言えないですけど、スピーチライティングしたりとかもするわけですよね。つまりそれ何かっていうと、自分の強みを知ってるから、それを活かしてどんな仕事でもできるわけですよ。だからぜひそれを見つけてほしいっていうのが、まあ今日の、まあ今日それだけ言えれば OK かなと思ってたぐらいの、内容になります。で、自己 PR って、まあ、簡単に言えば自分の強みを相手の企業のメリットにこじつける作業です。はい。これ、わざとこじつけるって言ったら何でかっていうと、これぐらい強い表現をしないと、いや、自分はこういうことをやってきたんだけど、でもこの会社の、に対してはそれが活かせる気がしないから、なんか当たり障りのないことを言っとこうと思うと大体滑るわけですね。あ、意外とそういうのはうちの会社に必要かもなって思わせて、はーって思わせると、もちろん取りたくなるわけですよ、会社としては。だから、自分の強みを先に見つけて、それをいかにこう、メリット、相手の会社のメリットとか、社風とかにこじつけれるかどうかっていうのが大事です。だから、会社を調べてから自分の強みを調べるんじゃなくて、自分の強みを先に知ってから、合わせていくってやり方が大事です。で、特に今の人たちは、ネットとかがありますから、やっぱすごい、とか説明会とかで一生懸命調べるんですよ、会社のことは。でもね、自分のことは何にも分かってない人が多いんですよ。昔からありますよね。敵を知り、己を知れば百戦危うからずやって言葉ありますけど、後者の己を知りがないんですよね。で、これはすごい長い間仕事していくってところでもやっぱりもったいないところだと思います。で、強みを、じゃあ、知ってるだけじゃダメですよと。どう表現するかってところなんですけど、これ強みはね、普段から自分で表現してるかどうかってことがすごく大事になります。自分はこれが好きで、これをとことんやってるから、っていうのを人に言ってますかっていうところですね。僕の場合はこう、本読むのが好きなんで、知識欲の部分なんで、もうめちゃくちゃ本読んでるから、例えばこう、相談された時はパッと答えたりとか、ニコニコ動画とかもそうですけど、おすすめのこういうことで悩んでんだけど、おすすめの本ないって経営者の人とかに言われたら、あ、その問題だったら、これとこれとこれと、あと、まあ、時間があればこれを読めば、解決すると思いますよ、みたいな風に、普段からその自分の強みを活かして、他人に貢献しておくんですね。で、こうすると、すごい簡単です。どんなに圧迫面接されようと、自分の趣味の話はできますよね。で、もっと言うと、普段から喋ってて、しかもそれは自分の強みだし、他人に貢献すると必ず感謝されますよね。そうすると自信がつくんですよ。そうするとどんな環境でも言えるので、日常的にその強みを活かして、まあ、それを表現できてるか。もっと言うと、その強みを使って他人に貢献できてるかってことがめちゃくちゃ大事になります。もういざって時に強いですからね。で、結構そういう上手い面接官の人はね、矛盾点とか見るんですよ。私はこういうことをやってきて、チームをまとめる能力っていうのがこう、ね、なんかこう、例えばサークルとかね、部活で培われましたっていう人いるんですけど、じゃあそれをじゃあグループディスカッションとかになった時に、他人の意見をまとめられてなかったら、あ、こいつもうなんかの本で読んで言ってるだけだなってバレるわけですよ。だからそういう一貫性を持った強さを出すためにも、自分の強みっていうのを普段から使っておくっていうのはめちゃくちゃ重要になってきますね。はい。
で、あとはですね、だから性格とか喋り方とかどうすればいいですかっていう。で、一応細かい話この後しますけど、所詮ですね、言っちゃ悪いんですけど、所詮企業っていうのは人の集団なんですよ。人の集団をどうできるかっていうと、類似性の原理っていうのでできるんですね。つまり似た者同士が集まるんです、言ってしまえば。基本的には。だから例えば理系の人間からするとね、メーカーさんとか行くと、喋り方だったりだとか、あ、理系っぽいなみたいな、服装とかも、あ、理系っぽいなみたいな人たちの会社とかあるじゃないですか。逆に、広告代理店とか、D さんとか H さんとかありますけど、有名なところが、見ただけでわかりますよね。あ、多分広告系の人だなと。美容師さんとか見たら、あ、多分美容師か、スタイリストかどっちかみたいな。大体わかるじゃないですか。つまり、その業界の人たちがどういう服装をして、どれぐらいのスピードで喋ったりとか、どういうことをやってるのかっていうのを、調べておいて、そこに合わせていくってやり方は非常に有効な方法です。似たものをやっぱり好きになるっていう傾向がありますから。でもこれで考えるとですね、メンタリストっていうのは日本に、まあ、言ってる人いるかもしれないですけど、メディアに出てるのは僕だけなので、そう考えると僕はこの類似性の原理が誰にも使えないっていう非常に孤独な状況になるわけですが、はい。まあだからその類似性の原理っていうのを考えてみるのはいいと思いますね。だからよく業界のことをね、知りましょう、就職する前にっていう話があるんですけど、知るって言ったってね、数字覚えたってしょうがないし、なんかこう、業界の問題点とか、まあ、調べてもいいかもしれないけど、それよりか業界で働いてる人を調べた方が面接では通りやすいです。そんなに論理的に考えて決定してないですからね、面接って。じゃあ、好感度を上げるには。で、まあ、ちょっと仕草の話とか入ってくるんですけど、まあ、そこら辺はお話ししたいと思います。皆さん自分が喋ってるところを動画とかで撮ったことあります？なかったら一回撮ってみると面白いと思います。意外とね、こんな喋り方してるんだとか、あ、こういうとこ見てるんだってのがわかります。で、面接の時に絶対やっちゃいけない仕草ってのが4つあるんですね。それも後で紹介します。はい。これは心理学的に見て不信感を相手に与える仕草です。しかも無意識に見てます。で、それは、繰り返し起これば起こるほど信用できないというふうに感じるし、実際これを知ると皆さんが信用できない人を見抜くためにも役に立ちます。信用できない人は大体この仕草をずっとやるので。だから圧迫面接とかでね、出やすいんですよ。で、じゃあ今、一応お話しするのは好感度を上げる方法なんですけど、まず一つ目。これも当たり前なんですけど、大きな声でテンポよく話しましょうっていうのがありますね。で、あんまり怒鳴るとかじゃなくて、ある程度大きい声でテンポよく話すっていうのが大事です。で、理由は簡単で、大きい声でテンポよく話す人っていうのはですね、能力が高く見えるっていう傾向があるんですね。同じ人物、同じスペックの人を二通りの喋り方とかさせた実験とかがあるんですけど、そうすると大きな声でテンポよく話している場合の方が能力があるように見えます。で、これ練習して喋れるようになる場合もあるんですけど、どちらかっていうと好きなことを話している時とかってみんなこうなるんですよ。ポンポンポンって話題が出てきますよね。だからさっき言った自分の強みをこじつけましょうって言ったのは、少なくとも企業のニーズに合わせるところは自分のその好きな話題じゃないかもしれないけど、自分の強みっていうのは多分皆さん好きなはずですよね、本来は。そうすると半分は好きな話題で喋れるんで、結構これに自然に近づきますよと。だから最初に強みを見つけましょうってお話をしました。二つ目、早口とゆっくりを使いこなす。ゆっくり丁寧に話そうと思って面接に来る人がいるんですけど、人間ってですね、不思議なもんで、感情が入ると絶対スピードとか抑揚ってのが変わるんですね。で、これがないと、いわゆる棒読みみたいな感じになるわけですよ。だから、早口にする部分とゆっくりを使いこなすのがベストです。で、僕なんか結構早口なタイプなんですけど、最初は早口で、相手に一番伝えたい中盤の部分に関しては少しゆっくりめにして話すっていうのが大事です。つまり、早口からゆっくりにしていくってやり方が一番ベストって言われてます。説得力や信頼感を出すためには。で、これはですね、昔から政治でも使われていて、ヒトラーのスピーチなんか、ドイツ語がわからなくても見てみると面白いですよ。全部これ。バーってまくし立てて、分かりやすいスローガンの部分だけは、ワンテンポ置いて、ゆっくり喋るんですよ。で、またバーっと喋って、ゆっくり喋るっていうのを繰り返すんですね。で、これなぜかっていうと、序盤ゆっくり喋っちゃうとですね、特に圧迫面接の場合はそうなんですけど、突っ込みを入れる余地が生まれるんです。ところが今僕がやってるみたいに、ついていけるかどうかギリギリぐらいのスピードでバーって話すと、相手はついてくることに精一杯で否定ができないんですね。それについて。早口すぎるとダメですよ。聞き取れないレベルのスピードはダメですけど、だから最初早口にして、相手を受動的にしてから言いたいところをゆっくり言うっていうのがいいやり方ですね。で、さらにこう、饒舌に最初のところで話すとですね、第一印象として自信があったりとか、専門知識があるように見えますから、そういうのはおすすめですね。続いて、
よく好感度上げるときに表情を豊かにしましょうっていう人がいるんですけど、表情豊かにするって言われたって分かんないですよね。表情豊かってどういうことみたいな。笑えばいいのみたいな。こういうときどういう顔をすればいいの分からないのっていうね、名言がありますが、こういう会場では受けないですね。はい。今、ニコニコでは爆笑になってると思うんですけど。まあいいや。つまり今みたいな感じです。表情筋っていうのは基本的には、まあ、表情っていうのは自分の感情と結びついて自然に出るものなんで、無理やり作ろうとしてできるものじゃないんですね。ただ、出た時にその表情を豊かに見せる方法はあって、女性の方はやったことあると思うんですけど、男性はぜひね、Google で検索するといっぱい出てきます。フェイシャルトレーニングっていうのがあって、要はつまり顔の筋トレですね。顔の筋肉を鍛える。だからよくほら、なんか筋肉自慢のなんかこうタレントさんとかがこう胸筋で筋肉ルーレットとかやってる人いるじゃないですか。中山筋肉んだっけ。あれ鍛えてないとできないですよね。まず動かないから。表情筋も同じなんですよ。ちゃんと普段の表情筋を使ってないと、楽しくて笑ってるのに誤解されることってありません？人によっては何考えてるのか分からないと思われたりとか。でそういう人は大体表情筋の鍛え方が足りないと。だから男性も、ちょっとね、女子を見習ってですね、表情筋を鍛える。まあ、フェイシャルトレーニングとかやってみるのがおすすめです。で、一番簡単なのは、ポジティブにもなるんでおすすめなんですけど、朝歯磨くでしょ、みんな。歯磨いたら、歯ブラシ横にして奥歯で加えるんです。こうやって、奥歯で。そうすると、口角がめちゃくちゃ上に上がるんですよ。これ2分間キープしてください。こうするとですね、結構筋トレになるんですね。で、さらに人間って不思議なもので、筋肉の刺激が脳に影響を与えるってことが分かってるので、笑顔を作る筋肉が、刺激されてると、楽しい気分になってきたり、ポジティブになってくるってことが分かってるんですね。だから朝歯磨いたら2分間だけでいいんで、奥歯で加えておくと。いうのをやるだけでも、だいぶ、表情筋が、まあ、笑顔とかが素敵になるんじゃないかなと思います。で、まあ、皆さん、若いので気にする必要ないと思いますけど、ある程度年齢がいた方だったら、こう、リフトアップとかにも効果あるらしいので、おすすめですね。はい、続いて。自信って必要ですよね。やっぱり、どうしても。で、自信を持ちなさいと。こうなんかこう、話すときには自信を持ちましょうって言うんですけど、持ち方ようわからんじゃないですか。手っ取り早く、しかも面接の直前に使えるような方法を一個ご紹介したいと思います。パワーポーズって聞いたことあります。僕のニコニコを見てる人たちはですね、知ってるかもしれないんですけど、さっき言ったみたいに人間って筋肉の動きが脳に影響を与えるって話をしましたよね。だからつまり、自信がありそうな姿勢を取ったりとかポーズを取ると、脳の中で変化が起こるんですね。で、具体的にはそういった自信満々に見えるようなポーズ、パワーポーズを取ると、皆さんの体の中でコルチゾールっていう不安やストレスを作る物質が下がります。で、テストステロンという勇気を作り出してくれる戦うためのホルモンですね。この分泌量が上がるんですよ。つまりどういうことかっていうと、不安が落ち着いてきて勇気が出てくるんですね。しかもそれをこのパワーポーズというポーズをたった2分間取るだけでできると。で、今日はそれをご紹介したいと思うんですが、ただですね、実験で一応行われたポーズはですね、非常に行儀が悪くて、ちょっとやろうかな。行儀悪いんですけど、ちょっと行儀悪いんですけど、あえてやります。わかりやすく。座るじゃないですか。偉そうに、こう、肘の後ろで、首の後ろで手を組むと。こういう風にやるんですよ。偉そうじゃない？でもこれを2分間キープすると脳内でそういう変化が起こるんですよ。で、これさすがに面接の前にはできないんですけど、じゃあ同じようなポーズでどういうことができるかっていうと、肩幅ぐらいに足を広げて、で、ちょっとこう、つま先を開く。オープンな感じにする。で、もう胸を張る。めちゃくちゃ。背筋を伸ばす。で、1000人ぐらいの前で喋ってるような自分をイメージすると。で、これで2分間キープ。これだけでも十分、効果があります。これだったらできそうですよね。トイレの前とかで。で、できれば面接の時にも、背筋伸ばしてください。おへそ前に突き出すような。背筋を伸ばすと、いろんないいことがあって、皆さんの理性や判断能力を司っている前頭葉が刺激されて、より良い判断や洞察が生まれますし、さっき言ったみたいにポジティブになりますから、面接が通る確率が非常に高くなります。ちなみに説得力も上がります。背筋が伸びてる人の方が説得力が高く見えますから。で、権威性もあるように見えます。丸めてるとですね、身長って縮まって見えるんですよ。背筋を伸ばすと身長が高くなるんですが、実際人間は身長が高い人の方が出世しやすいし、能力が高いと思う傾向があるんですね。だから残念ながら身長165センチの人と身長180センチの人で同じようなスペックの人の年収、障害収入みたいなのを比べた実験があるんですけど、